中2の英語です。比較というお話にね、ここのところ入ってましてですね、前回まで、as という形でね、as と as の間っこにですね、形容詞副詞を突っ込みまして、同じくらい何々ですとか、あとは not as as の形でね、何々ほど何々ない、はい、こんなやつをね、見てきたわけですな。で、次にね、比較級というのに入るにあたり、そのね、形容詞副詞ちょっとね、形がまあ変わるんです。まあ比較級という形に変わるわけなんだけれどもね、今日はそいつをどうやって作っていこうか、その比較級の作り方というところに関してちょいと触れていこうかなということでございます。はい、まずはね、普通はね、ER をつけてあげればいいということですね。例えば、三単元の S をつけた時とかありましたよね。普通は S をつけるだけとかね、ありましたよね。あれとね、なんとなく同じような調子でいけばいいんです。ただ、ER ね、S じゃなくて ER をつけていくということだね。はい、だから普通は ER をつけてあげてください。ですので、old、ね、という言葉、まあ、古いとかっていう言葉がありますが、比較級にしましょう言われたら、ER をつけてあげて、older。はい、それから例えば long ね、はい、比較級にしましょう言われたら、はい、er をつけて longer ね、なんていうことで、はい、er をつけてあげるってと、はい、比較級が出来上がるっていうのがまず一番の基本でしょうか。はい、次、e で終わる言葉。はい、e で終わる言葉にまた er をくっつけると e が一辺になっちゃって、そんな一辺にはなんねんだけどね、e でせっかく止まってますので、はい、まあ r だけつけてあげればいいでしょうかということなんですよね。はい、ですから例えばとしては large ね、 large ね、はい、e で終わってますので、 e で終わってます、はい、 r だけつけてあげて larger とか、はい、nice ね、e で終わってますので、 r だけつけてあげて nice ね、なんていう具合ですね。はい、普通は er をつける、はい、ただ e で終わってるものは r だけくっつけてあげればいいかということですね。はい、じゃあ次だ。うん、この辺もほら、なんかもう見慣れてますよね。はい、シーン G プラス Y。シーン G プラス Y の時は、Y を I に変えて ER。ね、三単元の S の時もありました。シーン G って何でしたっけって言われたら、はい、ローマ字書きの I、U、E、O を母音と言ったんだよね。ローマ字書きの I、U、E、O、ね、I、U、E、O ね。はい、これを母音と言った。はい、で、つが、はい、この母音以外ね、これが子音ということなんですね。まあ、それで文字、その文字ね、つまり A、I、U、E、O 以外、プラス Y で終わってる言葉に関しては、Y を I に変えて ER。Y を I に変えて ER ですね。はい、例えばです。busy。はい、Y の前の字が S。うん、子音字だね。子音字プラス Y です。はい、ですから、はいね、busy の Y を I に変えて ER としてあげようかと。また happy ね、Y の前が P ね、真字ですね。はい、ですから happy ね、Y を I に変えて ER にしてあげようかね、happier ね、なんていう具合ですよということでした。はい、次です。単母音プラス真字。あ、なんかやっぱりこんなのありましたよね。はい、真字を重ねてです。はい、ですからその真字もう一個書いて ER をつけてあげようということですね。はい、big。まあ、ちょっとね、でもね、単母音プラス真字、ちょっとわかりにくいので、まあ、出てきたものをね、覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、例えば big ですね。はい、ですので、真字を重ねて、つまり G をもう一個書いて ER、bigger とか、はい、hot ですね。t をもう一個書いて er、hotter ね、なんていう風にしてあげるということでございました。規則変化としては、ね、まあこんなところです。まずは er をつけようか。e で終わってたら r をつける。ね、真字プラス y ね、y を i に変えて er、ね、y を i に変えて er。単母音プラス真字、単母音プラス真字はね、はい、真字を重ねて er にするというものでした。さあ、そしてですね、やっぱり何事にもね、例外がありましてですね、不規則に変化するというのもあるんですね。動詞にも不規則変化、ね、過去形ありましたよね。はい、というような感じでね、まあ、名詞の複数形とかでもそうでした、ね。不規則に変化するものあるんですよ。はい、ですから、この形容詞、副詞、ね、比較級にしましょう。やはり、不規則に変化するものがあるんだね。ただ、比較で出てくる不規則なのはね、この、まあ、大きく3つだけなんですよ。
だからもうこれね、完璧に覚えてしまいましょうねってことなんですね。はい、例えば good well ね、 good well ね、 good まあ良いとか well 上手ななんていう意味の good well ありますね。はい、比較級にします。はい、聞いたことあります。はい、 better ね、はい、 better ね、なんか聞いたことあるよね。はい、ということなので、good well は better という形。マッチメニー、まあたくさんのとかっていう意味のね、マッチメニーですね。はい、これがね、more ね、more more more、 はい、不規則です。でそれからもう一個、bad よなんていうことで、まあ悪いとかっていうね、いうような形ですね。はい、worse、 はい、worse、 worse ね、なんていうことで、比較の時の不規則変化はね、この3つなんです、だけなんですよ。はい、ですので、うん、もう覚えちゃったでしょうね、ということになりますが、でもまずはこの規則的な作り方、ね、この辺を完璧にしてくださいませよ、ということでございました。はい、次回はね、まあ、この形を使って、比較級の文章というのを見ていこうかなというふうに思っております。では、こんなとこでした。